のだ。ジルベルがもう嫌だって言ってたやつ。ジルベルの気持ち。ジルベルの気持ち。この間日本酒半分なくしたね。ごめんね。スパークリングだけでしょ。しますよ。はい、おお、いいね、いいね、いいね。おお、いい感じで、いい感じです。どのぐらい？二人で大きめのにしといたんですよ。そうそうそう。ではでは、ようやく本当に本当に綺麗でしたね。東京までありがとう。乾杯。乾杯。うん。おいしい、おいしい、飲みやすい、おいしそう。私たちが作ると茶色いのよ。茶色がいいのよ。もう茶色か緑かでさ、茶色と緑が最高なのよ。めっちゃおいしそう。いや、おいしいはおいしいんだけどさ、間違いなく酒には合うんだけど、そう、そうなの。本当に。よし、お待たせしました。ありがとうございます。あ、待って、バケット忘れてる。はぁ、ジルベル食べましょう。食べましょう。いただきます。いただきます。お、綺麗ない、うん、ガーリックもね、いい、ガーリック入ってる。ガーリックと唐辛子、葉の爪を一緒に入れさせてもらって、いや、やばいやばい、これヒージョじゃん、やばい、塩だいぶ入ったよ。そんなに味濃いな。甘いね、うん、甘い、うん、美味しい。よかった。それはそれのまま使おうよ。そうだね、それのまま使おう。かっこよくやりたかった。かっこよくやろうとしたら回ったんだよ。そのまま行こう。ティップ3とかでしょ。いいと思う。いいね、べき日。いや別にフリーランスです。多分仕事してるって思われてるってだけだから、うん、いいキャラ的な感覚でね、真面目だからね、基本我が家の風景だから。風景、うん、何してんの風景。盗み暴力反対。そう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 。私があのちょっと盗みとかしないよ。盗みはしないけど、ちょっと洗い物しないとダメねっていう風に風景を仕事の時は別に食べていて、うん、ちょっと遅い9時ぐらいに最近は8時半かぐらいで済ませてて洗ったはずなのに、うん、あれなんで寝る前にいっぱいあるのよ、イコール私。ご飯物のやつが残ってんのかいな。うん、ちょっとグラスが1個だけとかなんだけど、でも私ほんとそういうのも、もうお部屋出身なんで。私も全然気にしなくて全員やってもらってる。そう、無理だ。あの毎回悪いって思ってる。毎回悪いって思ってる。寝る前にシンクはきれいにしようよ。そう、それで朝やっぱり気持ちよく迎えたいし、気にならないのよね。気にならないけど、やっぱ一緒に住むからやっぱ気持ちよく生きてほしいし。で、そう、で自分ではそのスイッチは入らないけど、別にやること自体はそんなに、まあ確かに確かに、始めちゃえば全然やる。私もやる気が出ないだけなんだ。そう、結構細く入れる。うん、あんまりそのフィルター越しに行かれるより真ん中を落ちてほしい、うん、濃いところで落ちてねみたいな感じのところで止める、ね、うん、そう、なんか同じコーヒーなのにこんなに味が違うんだっていうのを私は知らなかったよ。どうしてもそこの方が濃くなってるから、うん、へー、一杯分だったらいいんだけど、二三杯分入れたときは混ぜた方が安定します。まあでもそうだよ。単純に考えてそうだよ。
するとかもあるし、うん、もっと重いかと思った。うん、あ、ペロって食べれるやつなんだね。おいしい。思ったよりフルーティーな感じ、うん、夏場は売ってないんです、溶けちゃうから。溶けちゃうんだ。そうそう、おいしい。おいしい、確かに。おいしい。この間泊まってたホテル、ハマルベが、うん、あー、うんうんうん、どこだった？横浜ロイベイホテル、ベイホテル東京か、東急、うんうん、行ったよね、うん、あの結婚式の相談に潜入しに行った、うんうん、でも目次だ、まあ、もう行くけどその行ってから遅くなっちゃったからね、うん、お邪魔しました。いやいや、ありがとう。帰りも気をつけてね。本当に。じゃあお土産を忘れないで。そうだね、うん、お邪魔します。また来てね。うん、うん、呼ばれなくても来る。もう道わかるでしょ。